どうも、ショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今、引っ越し準備をしているんですけども、まだ段ボールにそんなに入れられてないんです。なので今日は段ボールにいろいろちょっともう早速入れていきたいと思います。まあ、といってもこう全部は入れないですけど、入れられるものだけ入れていくって感じですね。じゃあどうしようかな。ではまずこういった冬物の洋服たちを入れていきたいと思います。いやーでもこうやって冬物を次の年に持ち越せるっていうのがいやーすごいですね。僕もだいたい洋服って2、3ヶ月でもうボロボロってなっちゃうんですけども、はい、長持ちになりました。まだ4割ぐらい容量はあるんですけども、まあ、引っ越し直前にあれを入れるので今は良しとします。はい、では続きましてこれの中身ですねここら辺わーってなってますけども、これを入れていきたいと思います。はい、ということでまた段ボールを準備してと。でも今回どれぐらいの段ボールの量になるのかっていうのがちょっと気になりますね。よいしょ、まずは冬物からです。冬物はもう使いませんからね。よっこいしょ。お、サイズちょうどいいんじゃないですか。あとはこういう重要書類ですね。あ、余裕で入りますね。オッケーオッケー、まだまだいけます。もうこういうお掃除セットも入れちゃいましょう。あ、まだ余裕があります。ちょっと部屋がごちゃっとしてきたので動線確保のためにちょっと模様替えします。お、これでだいぶすっきりしました。まあこうやってこう身軽にそしてすぐに模様替えができるっていうのはこうシンプルライフのいいとこかなっていうふうに思います。よし、でこれでマットレスもここに入れてって、あれなんか全然入んないんですけど、あれ前こんなんだったっけな。まあいいや、まあいいや。であとここですね。はい、このクレンズレメディ、足の匂いを取るためにはもう絶対欠かせないこのクレンズレメディ、これ超お気に入りなんですけども、このつや消しワックス使ってないですね。このつや消しワックスってやつはこの表面塗ってたんですよ。だけど僕のそのスキルじゃ全然うまくできなくてですね、まあこれに関しては汚れを落としたり保湿したりっていうのも入ってるので、これはまあ普通に使います。ただこれがこのつや出しワックスが僕はもう全然できないので、うん、どうしようかな。でもまあこれ使えそうだしな。迷ったら捨て。こうやって靴を磨いていたこのタオルもかなり汚くなったので、これはシンプルに捨て。よし、ここはですねそれなりにパンパンになったかなというふうに思います。よいしょっと。あー、で一番やっぱネックになるのがこの経費書類ですよね。本当にこれもどうしていいか、なんか皆さんなんか知識、そう、これはもう早急に税理士さんと話し合いをして、この書類たちをどうするのかっていうのをちょっと質問したいと思います。よっこらしょっと。これは本当このまま開かずの間にしたいですね。これは開けたくないっすよ。でですね、このルーターはもう解約したニューロ光さんが、このルーターを回収しに来るので、それまでここに入れておきます。はい、あとはですねもう、はい、すごく何もないです。よし、ということである程度片付けが終わ、はい、なんもないです。はい、ということで、ある程度片付けが終わりました。だいたい半分ぐらい終わったと思います。で、ここら辺のやつはまだ使っているので、でここにあったもの、例えばこういったものなんですけども、これは仕事道具でして、でもこれは次の物件には持ち越さないです。で、どうするかっていうと、保管だったり発送っていうのはもう代行業者さんにお任せしますんで、これは一つにまとめておいて、後で、全部一気に発送しちゃいたいと思います。なので、これを入れていたこういったものなんかも全部捨てていきます。ありがとうございました。あとここにあったこのテーブルですね。これはですねこの家に国税の人が来ますと、調査しに来ますっていうことで、急遽この家何もないわけなんで、そのなんかテーブルはあった方がいいでしょうということでこれを買ったんです。なので正直これある意味嫌な思い出なんですよね。苦い思い出って感じです。なのでそういったものは思い出とともに手放していきます。あとこれもちょっと奥の方から出てきたやつがあったんで、これもはい手渡します。はい、という感じでやっていったんですね。結構疲れましたね。なんかあれやんなきゃこれやんなきゃめんどくさいなみたいな考えてたら、なんか考えてるだけで疲れちゃいましたね。はい、という感じでやってきましたんだけども、大体6割ぐらいパッキングが終わったかなというふうに思います。でその当初申し込みをしていた予定をしていた段ボールっていうのはまだあっちにありますので、あとはあれをこう広げてここにあるものをどんどん入れていくっていう感じかなというふうに思います。で前回住んでいた物件からこっち引っ越してくる時の荷物の量って多分こんな感じだったと思うんです。なのであれに比べたらどうかなみたいな、もっとシンプルになったかなというふうに思います。別に多い少ないっては関係ないんですけども、ただあの時と比べて明らかに今の方が気持ちいいもの、ワクワクするもの、そしてお気に入りのものに囲まれてるなっていう気がします。なので向こうに行く時にワクワクしたものだけで行けるようにもっとものを厳選していこうと思います。あとですね、今回新たにこのように手放すものが出てきましたけども、でも明らかに不要なものは減りましたよね。これもなんか引っ越しを機にその今あるものを代行さんに全部お願いをするためにこうやってこれを手放しましたけども、これも仕事道具として別にあっていいものでしたし、なので全然なんかあれこれどうしようかなみたいな迷っちゃったものって言ったらほんとこれぐらいでしたね。この艶消しワックスぐらいだと思います。本当にどうしようかなって迷ったやつって。そしてテンション下がるのがやっぱこれですね。この税務書類、もうなんか多分段ボールに詰めた中で一番重いですこれ。いやかなり重いです。20キロは平気であるっていうぐらい重いんですけど、これを持っていくのかと、新居に持っていくのかって思うと、でも法律だから仕方ないか。よし、じゃあ終わりましたんで、次の仕事のために立川に向かいたいと思います。